田山がショート背番号1番、そしてマウンドには、このバッター大平から佐々木がマウンドに上がっています。さあ打席にはオビリン5番の大平が入ります。よくあの代わり花の初球というのは話ありますよね。いろいろ注意して立ち上がり、そうですね、バッターとしてはもうその初球狙うべきであるし、はい、まあ、ピッチャーもですね、その初球もやっぱ気をつけないと、はい、よくそこで打たれた場面あの目の当たりにしてるんでね、はい、まあ、今の初球は高めにちょっとシュート回転しながら行くまっすぐでしたけども、似たような投球ですね。ちょっとまっすぐが中に入ってくるようなシュート気味ですよね。はい、さあバッターボックスの大平は、まあ、代わり花の佐々木選手をどういうふうに攻略するか。代わり花ですかね、一塁ランナーの奈良原選手は、まあ、隙があれば行くぞという感じですね。ああ行きました、走った、そしてバッター打った、落ちたんじゃないですか、ライトどうだ、落ちた、前に落ちた、落ちた、落ちた、奈良原セカンドベースを蹴ってサードまで行きます。ライト前にもポトリと落ちてワンアウト一塁三塁ですね。外へのきっちり芯でも捉えてますよね。捉えてますね。ここで惜しいですね、あともう半歩前でしたね。さあこれでワンアウト一塁三塁となって打席には柿崎が入ります。さあ変わりっぱな、打たれてしまいましたけどね、ここで置きに行ったらまた行かれます。そうですね、まあ、内野としてはもう前進ですよね。そうですね、セカンドショートも、あっとピッチャー前ゲッツー6、4、3、アウト、ダブルプレー。今のは際どいですよね、あのタイミングは。ね、でもいい守備でしたね。そうですね、内野としては6、4、3のダブルプレー、前進守備ながらもダブルプレー取りに行きましたね。まあ、バッターとしてもね、いいバッティングをしたんですけどね。そうですね、まあ、前進していたところに打球が行ってしまったと。あとバウンドでバウンドがね、変わりましたね。はい、一塁に頭から滑り込んだんですけども、アウトになってダブルプレー。7回の裏が終わって3対1、オーブリン大学がリードです。